クというわけで、バイシクルバイシクル始まりました。この番組は北千住の千住ハウスよりラジオつくばとインターネット放送局 C ウェーブの制作でお送りしております。安田大サーカスの団長でございます。よろしくお願いします。ああ今日盛り上がっておりますね。はい、メールアドレス団長アットマーク FM842.jp DANCYO アットマーク FM842.jp でございます。どんどんお便りをお待ちしておりますので送ってください。はい、最近ねこれ食べたいの欲求がね、先週の最後の方もあったんですけども、まあまあもう基本ね最近が一番食べたの肉ね。焼肉屋見たらもう本当にそうで、トレーニング中とかも、自転車でロングライドとかするでしょ。途中ね、何やろう、クリーニング屋見ても美味しそうやもんね。個人的にクリーニング屋、自分のとこでやってるクリーニングあるやん、その受け取りだけじゃなくて、そのクリーニングを全部やってるところのクリーニング屋のね、ちょっとこう何や、焦げた匂いちゃうけど、何あれ、シューッという匂い、あれめっちゃうまそうやねん。あれ食えるようになったらどんな味なんやろうなー思って、ほんまうまそう。もう一回ね、昔俺もヘロヘロで、車ってガソリンがなくなってやばいやばいやばいってガソリン入ることあるやん、ガソリンスタンドに。俺もう腹減りすぎて何を思ったかガソリンスタンドぶわー入ったことあるもん。ああ間違えた思って、恥ずかしいから、ちょっとトイレ貸してくださいみたいな、トイレ借りたけど腹減りすぎてガソリンスタンド入った一回ね。えはい、ほんともうクリーニング屋のあの匂いうまそうやわ。最近発見したわ。もうどの看板見てももううまそうに感じるもんね。何やったかな、なんとか電気工業みたいなとこの看板がなんかちょっとおしゃれで凝ってて、なんかすごいうまそうに感じましたもんね。で最近は朝は嫁にね、女子力高いなって言われるんですけど、で女子好きなもん好きなんです。パンケーキ好きやったりとかね。で朝いの凍ったやつを、朝練とかもう5時でとか5時半でとか、まあ4時半に起きたりとかしてるんで、もうセットしとくの、もう一連の動きを、これに着替える、これ持っていくっていうのも夜にセットして、でトースターにはバターを塗った状態でトーストを入れとく、ボタンを押すだけで、コーヒーもカップ入れて、UCC のなんかピッてボタン押したらええだけのやつやから、でそのコーヒーセットして、でお湯もね、一回これ意味ないやんいつもって言われてるけど、一回ね沸かしとくの。ボタン押してからお湯沸くまでちょっと時間かかるから、一回なぜか沸かしときたい、沸かしといて、でグラノーラ入れて、で浅いの凍ったやつも、半冷凍みたいなとこの冷蔵庫に入れとくの。ほんならまあすぐシャ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 っと混ぜれるし、で LG かヨーグルトではもう入れといて、でフルーツグラノーラをジャッと入れたらいいだけでしょ。はい、でバナナは切っときたいねんけども、色が変化するなと思って、そのままにして、まあ、バナナパパパッと入れて、でトーストと食べるんですけど、それがね、まっさん起きた時超幸せなんです。コーヒーとトーストがうまいんで、フルーツグラノーラね、俺フルーツグラノーラはね、ケロックやね、ケロック派やね。ケロックのフルーツグラノーラもちょっとね、前違うメーカーですから、ちゃうやろこれっつって、なんかこだわりがすごいね。ほんでちょっと今日は贅沢っていう時はね、俺キャビア買うてきたんよ。こんな何しも手のひらサイズの大きさの瓶で4,000〜5,000円したかな。
うん、でそれをまあちょっと今日はご褒美って時にこうトーストに乗せてバターたっぷり、バターはエシレバターね、フランスの、うん、でエシレバターの上にそれをジャッとやってね、でまあエシレバターの個体を残しつつ食べる時とあの溶かしてあのバターぐっちゃぐちゃの状態で食べる時とね、これがね2種類あるんですよ。ほんでトーストにしたり、まあ、あの基本切ってあるやつでもいいんですけど、パン屋さんのね自分でね普通の売ってる6枚切りとか4枚切りの倍ぐらいかな、もうめっちゃ分厚くしてバター好きやね、またバターぐっちゃぐちゃにして有塩ね、しかも、うん、無塩じゃなくて有塩バターが好きでぐっちゃぐちゃにして食べたいです。で食べてで、あの練習前に、グリコパワープロダクションっていうところの補給食をギュッと入れてから気合い入れて練習っていう感じね、そうだ、それがもうなんかパターン化してますね、うん、でまあちょっと雰囲気変えたいなっていう時は、まあ、菓子パン前の日に買ってたりとかもするんですけど、基本的にはもう前の日にセット全部、うん、あとね、卵ってええねんって完全栄養やんか、要はあれって全身なの、言い方ちょっとこれ食欲なくしちゃうかもわからないけど、卵って全身やん、わかる？手も足も目もできていくわけでしょ、こっから、うん、だから完全栄養と呼ばれているらしくて、でそうだ、卵もよく取るようにしてますね、うん、でほら名古屋のあの鳥なんちゅうのウコッケのあの卵、名古屋コーチンや、ごめん、名古屋コーチンの卵で、嫁の実家から送ってきてくれんの、それをで送ってきてくれて、それ終わってで、ほんでご飯ちょっと少なめにして、ほんで卵かけ用の醤油をちょっと多めにかけてですね、それをお箸で空気が入るにガシャ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 泡立って、もうそこにはもう見た目ね、見た目ご飯なし、うん、泡立った卵をかっこむだけみたいな見た目は、でその中にご飯の粒があって入ってきた時に今度はたまらんのよこれ。で梅しそみたいなこうご飯のお供みたいな、要は佃煮の海苔のね、あの瓶のあんなみたいなしそみたいなのをちょっと途中で味変、ごめんね、あの最近あの大食いのしね、あの MC なんかもやらせてもらったから、専門的な味変みたいなこと言うけども、味変ちょっと変えたりとかして、うん、であとはあの明石から送ってもらうね、あの横山剛っていうあの選手がいいの、 K1 も一回出たかな、指導官っていうところの空手の師範やねんけど、でまあ、 格闘技の今も現役でやってるね、ゴー君って言ってんねんけど、ゴー君とこのお母さんが送ってくれる明石のウォンタナ商店街から送ってくるイカナゴ、甘辛いやつ、これがまた途中でねご飯と合うしね、うーん、美味しいわ。あとはねハマってんのはもう豚の生姜焼き、これがね、なんか豚の生姜焼きを食べるとなんかこうパワーがみなぎるというか疲れが取れるというかね、で、あの豚の生姜焼き の定食屋で嬉しいのは、豚の生姜焼きっていろんなところ、お店によっても違うし家によっても違うし、本当にね、もうあの嬉しいのがね、キャベツ と、キャベツの上にじゃなくキャベツの横にあの豚の生姜焼きのだしと混じったちょろっとしたマヨネーズがうまいね、あの豚の生姜焼きのあのだし、生姜のあのおだしね、じゅくじゅくのおだしとマヨネーズをちょしちょんとつけたりで、まあ、キャベツと生姜焼きとでご飯こう丼にして食うみたいなね、この辺ハマってるので、ぜひぜひですね皆さん自転車たくさん乗るとその辺がめちゃめちゃうまなりますので、はい、乗って、まあ、歯がなくならないようにしてね、から、ランチなんかしてみてはどうでしょうか。
はい、ここからはですね、はい、縦横斜め2倍しくユモナップカシュナッツです。よろしくお願いします。はい、はい、ミックスジュースさんの採点が気になるところですが怖い、ミックスジュースさんどうでしたでしょうか。怖いな、はい、甘口でお願いします。次回はね、トクが来るかどうか分かりませんけども、そう、はい、はい、来てるんですお便りが、はい、ガチギャルミクちゃんから来てます。はい、はい、ガチギャルミクちゃん、ガチギャルが聞いてるんだ。ガチギャル、本当にガチギャル、ガチギャルもガチギャルミクが聞いてますよと。はい、トックンマジヤバ、ガチギャルですね、ですね、ですね。絶対売れなさそうだけど友達ならなってもいいよ。これガチギャル、ガチギャルですね、上から。はい、アカシュなんかね、はい、あの彼女もいないし、あ、いないですね。そうだよね、ガチギャルミクちゃん、はい、年齢もあるやろけど、あ、そうですね、彼氏いるんかね、いなくて、ね、そうですね、ね、ガチギャルミクちゃんが50代ぐらいやったら付き合ってる。ガチギャル、ガチギャルなんですか。ミクちゃんが50代、まあ、40、50ぐらいならまあ付き合っても、いや、50代で、うん、マジヤバい言ってるんです、うん、いくつ。僕今29です。29でしょ。はい、うん。どれぐらい彼女いないの？もう2年ほど。2年前は逆にいたんだってガチギャルミクちゃんは言って。今マジヤバ。おめえにいたんだ。いやいや、そうなんですよ。ちょっとできまして2年前。おお。それ何の人？そう、まあ、大阪、まだ東京出る前、大阪住んでる頃でのちょっと年上の女性で。なんで別れたん？いや、そのもう東京から？いや違います。何？付き合った期間、うん、まあ、付き合う前から含め、うん、V10 に取られた。いや、そんな、売れてるじゃないですか、もう。じゃあ、それやったですよ。いや、違います、うん、付き合う前からも付き合ってからも、うん、一緒にご飯行ったりとかあるんですけど、うん、一切体の接触がなかったんですよ。体の接触、どれぐらい付き合って、付き合う前は1年ぐらい知り合って、うん、はい、で、まあ、もう、はい、チューもなし、もう手つなぐもないしです、うん、でも、なんで付き合うってなったの、それは。もう僕が告白しました、うん、ほんだら OK が出たわけ。 OK、 よろしくお願いします、お願いします、はい、ほんだらもうで付き合うってなって、うん、なったら、じゃあ大丈夫やろうと思ったんですけど、はい、うん、付き合って1ヶ月間、うん、まあ、それまた何もなし、うん、1ヶ月なく、はいはい、で1ヶ月、まあでもそれぐらいはあるんじゃない、まあ言うても、まあまあちょっとそうですね、うん、で1ヶ月ぐらいして、うん、気が注意してそろそろ、うん、もうたら向こうがちょっと話があるからって呼び出されて、うん、はい、でそこで別れてくださいって言われて。付き合ってたの、それ。いや、付き合ってましたよ、ちゃんと僕、うん、告白しましたし。1ヶ月、はい、付き合って1ヶ月で別れた。付き合って1ヶ月で、それはお前が手出さへんから。いや、違う、もう嫌になったんじゃない。違うんです、手出そうとしたんです、うん、何回も、うん、その度にもうブチ切れられて、やっぱ気持ち悪いよっつって。そうなんです、本当に手をつなごうと手触ったら、うん、もうやめてよって毎回怒られて。手もです。もうなんで付き合ったのね。そう、でもご飯とか行ったら、うん、全部出してくれたりしてたんですよ。あ、そういうのはやってくれてて、なんか物もいろいろ買ってくれたり。へえ、お前も買ってあげたりしてたの。僕出してあげたり、たまに。あ、もうほんと、まあ、お金もなかったかな。そうですね。うーん、でその1ヶ月に別れてくださいって言われて、うん、でなんでなんて聞いたら、うん、どうしてもあなたとはやっぱりこう、そういう関係になれない、そういう関係になれないって言われて。ああ、なれで、その人はそういう関係の男性が今までいたのはいた、はい、いたのはいたと思う。だからそういうのが嫌なわけじゃなくて、はい、お前といいや、何やねんそれ。いや、もうそうなんですよ。何や、僕が、なんで付き合ったんや、なんでか分からず。へえ、はい、そんなもんあんねんね。もう不思議でしたね。ほう、いや、そうですね、今は募集中。今募集中ですから。どんな人が好きなのよ。いや、まあそうですね、だからそのまあ接触できる人が、はい、だいたい付き合ったらそらそうやろう。それはそうですね。いや、まあそうですね、どうなんですかね。なんで照れてんねん、ま、いや、すいません。お前に付き合いたいですよ、はい、この番組に。絶対来えへんわ、はい、来ないですか。ガチギャルミクちゃんも来えへんわ。え、ミクちゃん来ないですか。あれ、4,50 ならまあ、ね、4,50 ならガチギャルミクちゃん、もしよかったらガチギャルミクちゃん付き合ってやってほしい。そうですね、はい、年上年下は、あ、もうそれはもう関係ない、はい、ね、会えばね、いいんですけどもね。そうそう、まあ、僕より細い方がいいですね、うん、ほとんどやろ。いや、そうですね。
お前よりでかい、でもだいぶ、はい、だいぶですね、特殊な能力の人やる、はい、特殊能力、そうですね、うん、僕よりかは細い、130キロ以下、以下です、120台の120なんで狭ないですか、そこしかないんです、そこしかないです、120台は OK ですもんね、まあ、僕以下ですけど、うん、はいはい、いや、ちょっと待って、あの相撲じゃないですか、ただ、それも女子相撲のシャンピオン、女子相撲、やっちゃう、もう相撲取りじゃないですか、もう相撲の人じゃないですか、ね、はい、毎晩ちゃんこを作ってくれる彼女彼女、いや、ちょっと待ってください、これもうドスコイドスコイじゃないですか、もうこれ、ね、なんか特典あんの、あの、はい、歌手と付き合ったら、もうそれはいろいろ、美味しいお店とかいろいろ一緒に知らんやん、いや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 、そんな知らんのに、ちょ、先ほどのお話いいですか、先ほどの卵ご飯、卵かけご飯の、うん、あの卵かけご飯専門店が赤坂にあるんで、うん、ぜひちょっとそこをご紹介したいな、はいはい、なんていうお店ですか、ちょっと店名はね、ちょっと またおいおい、ちょっと赤坂卵ご飯で言うんだもん、ね、あ、そうですね、出てくるんやね、じゃあ調べてみるわ、ちょっとすみません、でも俺あれよ、はい、バランス悪いやつが好きやから、はい、お店行くとバランスいいでしょ、米と卵の、まあそうです、それはもうだから俺吉野家とか、はい、俺中宇が好きなんやけど、はい、牛丼も、はい、ミニを頼んで、はい、ミニを半分食べてから卵入れたいの、あ、もうだいぶ卵多めの、もう、うん、お前卵食うてるやんっていうぐらいぐらいの、うん、やけどそこには卵が多すだけ、そこな俺なりのバランスがあって、はいはい、それをお店の人が考慮してくれるかどうかっていう、あ、じゃあ卵かけご飯専門店行った場合、うん、普通のセット頼んで、うん、卵1個とかご飯がついたら、うん、卵を追加で注文するっていう形はどうですか、2個、あ、でもね、卵俺1個でええねんな、そこはそのもう難しい、難しい、それやったらひたひたになると思うんです、卵の量、あ、そっかそっかそっか、はい、でも1個で、まあでも専門店やから美味しいんやろね、そうですね、ね、醤油の食べ比べができるんですよ、うんうんうん、卵かけご飯専門の醤油っていろいろ出てる、はいはい、出てます、はい、まあ結構揃ってまして、うん、6種類ぐらい置いてあって、それもそのちょっとずつそれも入れながら自分の好みの味、うん、いや俺はねもうちょこちょこ行くんや、俺もうカッコみたいな卵だから、卵かけご飯俺家がええんちゃうかなと思うごめんね、なんかいやごめんねって、いやなんかそれはもう別にその、うん、それぞれですから、はい、はい、あ、そうですか、はい、はい、あれ練習ね、前、あ、そうですね、一緒にねやったのよ、はい、やったっていうかあれ、タイム見に来たね。そうですね、うん。タイム見てってお願いされた初めてですね、人生で。先輩に。ごめん、今日空いてるか。ちょっとタイム見てほしいんやけど。は？そうですね。何のことか全然分からず。で、まあ結局そのスイム、ね、プールに行って、うんうん、でまず行ってしたのが、うん、メモと紙あるっていう。うん、その紙になんかちょっとメール見せてもらって、はい、これ写してって言われて。はい、メニューなんですよね、その日の泳ぐメニューなんですけど、うん、はい、もう何10あ、じゃあ 50×10 1.15p みたいな、なんかそのもう何のことかわからない、はいはいはい、だからまずだから WUP、 WUP ウォーミングアップ、はい、でこれがまあ 100×4、はい、で SKPS ですね、はい、ね、これ完全スキップスですもんね。そうですね、はい、スキップスじゃないです、 SKPS がスイム、キック、プル、スイム、はい、だスイムっていうのは普通泳ぐ、はい、キックっていうのは、まあ、バタ足、はい、でプルっていうのは、足に浮きを挟んで、腕だけでいく、でまずスイム、はい、そう、これ400大体やるよね、はい、でその後でまたプールとか、そういう時間制限の中でやる、はい、で1分15やったら1分で帰ってきて15秒休める、でも1分10秒かかったら5秒休める、はい、っていうルールをまず教えて、そうですね、うん、残り何分ですみたいなね、はい、それで一回大阪の花井二等兵はブチ切れられてますからね、はい、いやこれは難しいんですよ、言うタイミングがね、その、はい、50やったらまあ帰って行って帰ってああ行って割り、行って100やったらまあ行って帰ってきて割りやけど、はい、50のプールやとで25でやってたんかな、でそれ100やから、はい、ターンしてその潜った時にあいつ言うのもう聞こえない、うん、もう聞こえないです、だから中で俺がターンして
ターンした時にはもう言う準備しとかなあかんねんけど、はい、俺がターンしてからタイム見て、はい、言う頃には俺もうターンし終わってるからそうですね、もうゴボゴボゴボしか水中の音ですね、途中お前これ何だか何も分からないか言うてそうですよ、大阪の扇町のプールでめちゃめちゃブチ切られてましたよ、はい、いや本当もう僕そのした時も、うん、泳ぐ距離ももう普通にあのどれぐらい泳ぐんですかって聞いたら、うん、5000って普通に言うんですよ、全体で 5,、はい、5キロですね、5キロ普通に泳ぐんです、うん、だからその中で時間制限もありますし、そうです、そのレーンが、うん、みんな共用のレーンなんですけど、はい、フリースペースでね、はい、抜いてもいいんですよそこやと、はい、うん、そうです、だんだんみんな周りで泳いでる人があの人何者だみたいなずーっと泳いでるからねずーっとあの、うん、そこのプールが2時間に1回、うん、10分休憩が入るんですよ、はいはいはい、辰巳のね国際水泳場、はい、そうです、その10分休憩は絶対みんな水中から上がらないとダメ、うん、その10分以外ずっと入ってるんですよ、はいはい、だからもう他の泳いでる人がもう休憩しないもんね、ほとんど、ね、そうなんですよ、ほぼほぼずっと水中です、だから休憩はだからその10秒とか15秒の間だけや、そうです、はい、だから僕一回そのずっとタイム上がったらその一緒になんかそのちょっと泳いでる女子大生ぐらいの多分部活かなの方が僕の方来て、すいませんあの方もしかしてって言って、ああ、ま、安田さんそのバレたんかなみたいな、団長やと、はい、思ったら、もしかしてあのなんか水泳の選手ですか、あれそれかなんか別の競技のっていう、その水泳関連の完全にプロの選手やと思って、なんて言ったっけ、僕あのトライアスロンの今選手でもう言わずにもうそすごい納得して、はい、ああっつって、まあトライアスロン練習してる、はい、俺からしたら、はい、最高に気持ちいいエピソードもう本当にマジでそれですからね、そうだから、はい、ね、団長と思われない水泳やってると、そうですね、だ帰り際になんか眼鏡取って帽子取って、はい、ああ大事やったんですねみたいなことで、ね、何目指してるんですかって言われるそうですね、そうだから体もだんだんごつなってきて、はい、うん、いやそうですよね、もうほんまにメガネしたらほんまにアスリートですよ、もう顔がその顔見えたらその安田さんって僕らは分かるんですけど、うんうん、遠目で僕メガネして安田さん来たらちょっと分からないですよ、もうアスリートの体なんで、ね、会う人会う人痩せたな痩せたな、それね、あんだけのメニューやってないさ、そりゃそうですね、何ぼく打ても痩せるわ、そうですね、5000も泳いだで、水泳っていうのに対してやっぱり慣れてないから、うん、はい、自転車って結構なんぼ乗ってもそこまで俺もう体が免疫があるから、あ、痩せないわけじゃないけど、はい、そこまでこうグッと痩せるのはもう超えてんの、でも、はい、水泳は、はい、あの慣れてないね、まだ、あ、やっぱ使ってない筋肉も使ってるわけですね、そう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 、だから、はい、ドカッと今痩せる、だからこれがまた慣れたらもうちょっとあれなんやろうけどね、うん、だからなるべくそんなめっちゃ痩せたいと思ってやってるわけじゃないから、はい、うん、あのシーズン通して持つ体と早くなりたいと思ってやってるので、はい、うん、なんやったらお前の体で早かったら俺ええもん、え、そうなんですか、うん、早く、ただお前の体では絶対早ないからただ浮く能力がすごいですよ、うん、もう絶対に浮きますよ、ほんで最後に、まあ、来てくれたお礼に、はい、あのまあ、ラーメンとほんで水泳を教えるっていうね、だから前田大蔵光国、はい、西根座タイガー花井二等編に最後、はい、スイミング教室やって終わる、はい、でもそうそう、意外と泳ぐようになったでしょ、ちょっとしたコツで、ほんまに違うんですよ、はい、まあ、次回はちょっとね、じゃあ水泳のコツなんかをね、あの説明できないで俺も何の否定はい、まあもし、まあ、なんか水泳のこういうとこ、自転車のこういうとこ、ランのこういうとこ聞いてみたい、トランスのこうだって聞いてみたい、質問なんかあれば、送ってきてください、本日は安田大作の団長安田と柏松でした、ありがとうございました、ありがとうございました。